ない奴が悪いんだよ。いいから拾ってこいよ早く。お前が拾え。もう25日だ。6月も終わっちまうぞ。まだか。本当に6月なんだろうな。15年前の。もっと上だよ上だって。石投げんだよ。枝を揺すれ。よじ登れよ。おいお前らやかましいぞ。もっと向こうの広いところでやりな。んなこと分かってるよな。誰だよ蹴ったのは。おい石を投げるなってば。もうちょっと手伸ばせって。分かってるよ。これ以上届かねえ。しょうがねえな。どれどきな。なんだこいつは一体。待て攻撃するな。ならんちゃ。こいつはただの子供だ。海辺の観光客だ。口を縫われてスニーカーの紐で。こんなことができるのはスタンド使いだけだ。どこかですり替わったんだ。しかもこの小僧の顔色、大量に血液を失っているらしい。だがその血液はどこへ行ったのだ。なんなんだよ。やった野郎はどこだよ。どうやって消えたんだよ。さっきまで弱ってたんだぜ。わからん。一体これは。ありがとう。よし。ありがとう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 。やはり生まれ故郷はいい。ついている。